ト・エスピノサは、フィリピンの元プロボクサー。マニラ出身。元 WBA 世界バンタム級及び WBC 世界フェザー級王者。フィリピン人として、初めての世界2階級制覇を達成した。リングジャパンのジョー小泉にマネジメントされ、安倍ボクシング事務所属のルイシト小泉というリングネームで日本のリングでも積極的に試合を行っていた。1984年5月25日、プロデビュー戦で4回判定勝ち。1988年3月14日、WBC インターナショナルバンタム級王座獲得。1988年7月23日、米国、カリフォルニア州バンタム級王座獲得。1989年10月18日、世界初挑戦。WBA 世界バンタム級王者カオコーギャラクシーに挑む。初回、王者が突然失神。そのまま、小勝ちとなり、王座獲得に成功。その後、2度の防衛に成功。1991年10月19日、3度目の防衛戦。イスラエル・コントレラスと対戦し、5回小負け。王座から陥落した。その後、減量区から1階級を飛び越しフェザー級に転向。1993年2月20日、旧スペイン5県フェザー級王座獲得。1995年、マッチメーカーのジョー小泉とマネジメント契約を結び、リングネームをルイシト小泉に改名。安倍事務所属選手として、日本のリングを拠点に戦うようになった。5月の第1戦では対王国フェザー級王者で、シンヌンチュアタナ、7月末の第2戦では、愛知県体育館で岩佐智明、10月の第3戦では、自身が WBA 世界王者時代に統一戦が期待された、当時の同階級の WBC 世界王者、ラウル・ペレスと3連続小勝利。1995年12月11日、世界最長戦。後楽園ホールで WBC 世界フェザー級王者マヌエル・メディナに挑み、12回判定勝ち。異国の地で2階級制覇を果たした。4度防衛成功後の1997年、日本滞在期間が6ヶ月を満たしていないという事情で JBC 選手登録から除外された。これを機に、小泉とのマネジメント契約も解消。リングネームを本名のルイシト・エスピノサに戻した。その後、防衛回数を7まで伸ばした。1999年5月15日、8度目の防衛戦。1996年7月の2度目の防衛戦でも対戦したセサール・ソトと再戦し、12回判定負け。4年5ヶ月間保持した。世界王座から陥落した。2000年4月14日、世界王座返り咲きをかけ、グティ・エスパダス・ジュニアと空位となった、WBC 世界フェザー級王座を争うも11回負傷判定負け。王座返り咲きならず。以降は、勝ったり負けたりを繰り返し、2005年2月18日のノンタイトル戦で敗れたのを最後に引退。引退後は3度の離婚を経験、カリフォルニア州。デイリーシティのカジノでカーペットの掃除婦を制御としながら総合格闘家のニック・ディアス、ネイト・ディアス兄弟のボクシングトレーナーを務め2006年から2007年にはサンフランシスコ大学のボクシングチームで教えていた。その後、スーパーマーケットで商品補充の仕事やハンバーガーショップで皿洗いなどをしていたがアメリカでの職を失うと2014年11月から香港の総合ジム、エバーラストファイト&フィットネスセンターでボクシングトレーナーとして働いている。カルロス・リオスと1997年12月に対戦したファイトマネー16万ドルのうち約13万ドルが未払いであったが、2020年1月に約22年間にも及んだ裁判の末に最高裁判所が当時のプロモーターの相続人に未払い分のファイトマネーと利子をエスピノサに支払うよう命じる判決を出した。ルイシト小泉に関するカテゴリー。ありがとうございます。